はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回も、これは、芋ですね。芋焼酎。木麹、小樽、小鶴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 、木麹かな。黄色麹作りですね。これは珍しい。そして天然地下水前割りと。いわゆる、1対1で、まあ、5対5か。5対5で水で割ってる、やつですね。値段200円ぐらいだった気がするけど。どこで あ、あれか。アルコール度数12度以上、13度未満。ですね。創業明治16年。鹿児島県産、黄金千貫使用。まあ、水割りされてるやつなんで、飲みやすいんじゃないかな。黄色麹っていうのはなかなか珍しいね。ね。乾杯。あ。なんか、ほわーっとする。なんかね、口当たりがまろやかな気がする。結構香りも豊かですね。でもこれ12度以上か。賞味期限はないんだろうか。これ1年以上前のやつなんだけど。あ、なんか説明が書いてあった。薩摩本格芋焼酎を天然地下水にて5対5に前割りし、さらに美味しくなりました。手軽にストレートでお飲みください。飲みやすい。まろやかですね。黄色、麹。麹。黄色麹。ああ、芋焼酎の海っていう。これは、あれですね。これは、プレミアじゃなかったっけ？これも有名ですけど、これも木麹か。これ飲みやすいな。あ、魔王も木麹か。はあ。そうか、これか。有名なところ、魔王。これがね、黄色麹なんですよ。定価で 720ml で1269円らしいですね。安いな、魔王も定価は。定価安いな。海も、多分、プレミアだと思うけど。あれ、海って芋焼酎プレミアでなかったっけ？なんか定価で売ってるとこあるぞ、これ。
あれ？これプレミアじゃなかった？俺の記憶違いかな。いや、海だと思うけど、クジラ、海もクジラも確か、クジラってやつも、あれだった気がするんだけどな。あれ。まあ、定価って言っても、まあ、送料がかかるから、大して定価でもないのか。うん。美味しいは美味しいけど、微妙。微妙ってか、そもそも水で割られてるからね。なんか、もうちょっと、ね。いや、これ、割られてるのはちょっときついわ。個人的に。個人的にちょっと ね。割ってないやつが欲しかったな。まあ、感覚としては、あれですね。黒麹に近い。かな。なんか独特の香りがする気もするんだけど、なんか香りがちょっと華やかなんだよね。黒よか。黒はドシッとくるんだよ。でね、この黄色麹はなんか、ほわわーって感じ。霧島酒造、もう黄色麹のやつ出せないかな。黄色霧島みたい。ね、黄霧島みたのは出さないんだろう。わかんないけど。あ、さつまいちってこれ、黄色麹仕込みなんだ。安芋焼酎の、パック芋焼酎のさつまいちっていう。これ黄色麹か。なんか、安っぽい感じはするんだけど、このさつまいちって。さつま1って。なんか安っぽいネーミングなんだけど、なんか飲んでみたいんだよな。でも、黄色麹もなかなか、あれですね。ちょっと香りが独特なんで、芋焼酎じゃ、黒麹とは全然結構違う。香りが華やかで。なんか、ふっくらするね。ふっくらしてる。これなかなか美味しい。かな。これ美味しいですね。あれ、海って芋焼酎の、海ってプレミアじゃなかった？違った？いや、やっぱりプレミアだよな。てか、それよか俺、八万飲んでみたいね。八万。芋焼酎、八万っていう。ねえ、これ飲んでみたいですね。めっちゃうまいらしいです。あとは、まあ、イサミかな。
まあ言ったらもう全部飲んでみたいんですけどね、プレミアはね。でも海は、あれ、定価で売ってたな、今な。いや、白玉のつゆは普通に手に入るからな。あ、この爆弾鼻垂れも飲んでみたいね。これは、爆弾鼻垂れ。これは、うまそうだな。神秘探麗海。多分これは、ね。さすがにプレミアだと思いましたよ。まあ色がね、あれだしね。いい感じの色だよね。青い。でもそんなでもないみたいだね、この海はね。でも、うちの行くスーパーだと、プレミアで売ってるもんな。あ、クジラか。クジラの、あれなのか。同じ作ってるとこが同じなのか。海。あ、薩摩の海も同じなんだ。へぇ。海と薩摩の海って違うのか。へぇ。でも海は、ほんと言うけど、俺の近くで言うと絶対プレミアだもんな。海は。確実にプレミアで売ってるもんな。やっぱ場所が場所なのかな。八幡飲んでみたいね、八幡。めっちゃ飲んでみたい。あと、これ。薩摩茶屋。これ確か売ってたんですよ。ただプレミアだったんですけど。俺の近くのスーパーにね、薩摩茶屋、売ってたんですけど、これはプレミアです。で、明るい農村はまずい。この薩摩茶屋っていうのが村尾のレギュラー焼酎なんですね。いわゆる村尾が作ってる村尾酒造のところの一般的に売られてる焼酎という感じですね。白玉のつゆはあれ、魔王の蔵元の定番焼酎なんですけど、白玉のつゆもうまくなかった。別に至って普通。明るいのおそは若干癖が強かったな。癖が強くてなんか逆にまずかった。ですが、まあ、って感じかな。ね、芋焼酎はね。いろいろありますけど。100年の孤独も飲んでみたいっすね。麦だけどね。100年の孤独は、まあ、これもプレミア、ぽい、もう、あれだもんね。見た目っていうか、ラベルがもうプレミアっぽいもん。ラベルっていうか、瓶の形自体が。あと飲んでみたいのは山猫。山猫も飲んでみたいですね。あと山猿とかもね。あとなかなかも飲んでみたい。金八も飲んでみたいし。ね。黒サソリも飲んでみたいし、モグラも飲んでみたいしね。ね。あと、俺個人的にやっぱり、八幡が一番飲んでみたいですね。
まあ、魔王も飲んでみたいのは、それはあれなんだけど。まあ、個人的にね、プレミアって言われてて、で、プレミア価格で買った明るい農村がまずくて、びっくり。って感じですね。って感じですけど。明るい農村ちゃんね。ここにありますけど。まだ一杯ぐらいしか飲んでない。全然減ってない。まずいんだもん、これ。なんか第1位受賞とかって書いてあるけど。実際うまくないからね。なんか変な癖が、変な香りがするんだよな、これな。うまくないんだよな、これな。臭い。なんか。臭いっていうか、なんか、これはな、水割りで飲むべきじゃね。ストレートで飲むと変な匂いがするんだよな。なんかな。なんか、まずい。うまくない。これは。だいたいなんかおかしい味がするんだよ。味が。味がなんかおかしいんだよな。何かおかしい味がするんだよ。香りがするのか。香りか。水で割ったらだいぶ、マシになったけど。なんか、癖があるよね。香りにね。変な香りがするよね。明るい農村はね。普通の芋焼酎とは違う。だからこそ売れてるんでしょうけど。普通の芋焼酎と同じだったら、絶対プレミアにならないですから。ね。今日は8日と。コクもクソもないだろう。まあ、これ水割りされてるやつですからね。甘みは、そんなにないかな。普通ぐらい。香りは結構良かったですね。貴公子。おつる、貴公子。小生醸造株式会社。どこと？鹿児島県だ。おすすめは、いや、これはおすすめしないけど、これ水割りされてるからね。これ水割りしてなければ結構おすすめ4つ星ぐらい行ったんだけど。三つ星だな。水割りされてるからな。水割りされてなかったら、いや、でもこれは、いい材料になったよ。判断材料に。あ、黄色麹うめえなって。黄麹仕込みの芋焼酎うめえなって。ちょっと、感じた。でも、まあ、1対1で割られてるんで、そこはない。あれですけど。割られてなければ四つ星でしたね。これは。明るいのそまずい。2、3、4、3です。それではご視聴ありがとうございました。